ハレルヤー、アメン。こんばんは。ハレルヤー。今日は寒いですね。ちょっとさっき外出たんですけど、すごい。あ、かっこいい大先輩。はい、大さん、こんばんは。こんばんは。ハレルヤー、アメン。小太郎さん、ハレルヤー、アメン。アメン。和樹さん、ヒカルさん、ハレルヤー、アメン。本当に今日は寒いですね。なんか寒波ですかね。早くリバイバル来てほしいです。アメン。そうですね、今年リバイバルが来るっていうね、今年リバイバル来るという、そういう予言もあります。今年来てほしいですよね。はい、はい。ですね、今日スカイプ質問枠っていうふうに打ったんですが、ごめんなさい、ちょっと間違えましてですね、スカイプチャット質問枠なので、質問がある方はチャットで質問してください。私ちょっとね、説明不足でした。スカイプチャット質問枠でこの間やったやつですね。Q&A と、この間 Q&A っていうのをやりましたけど、あれですね、ぜひ皆さん、チャットで質問してくだされば。はい、早速来ましたね。はい、じゃあ早速質問コーナー行きます。こんばんは。悪魔払いの儀式とは本当にあるのですか？インチキではないですか？ありますよ。悪霊追い出しですね。ピラメキさん、こんばんは。まさにカリスマ派だけですね。カトリックでもやってますけど、一応カリスマ派では悪霊追い出しっていうのをやっております。はい。リバイバルって何ですか？リバイバルはですね、簡単に言えばクリスチャンが増えることですね。クリスチャンがドーンと増えることですね。またいろんな定義があるんですけどね。一応ですね、分かりやすいのはクリスチャンが増えるという、そういう感覚ですね。はい。キューちゃんさん、日曜日にいつもゴマさんと歌ってる歌を教えてください。よかったら歌ってほしい。そうですね、どこにあったかな、ちょっと待ってください。今ちょっと貼りますので、全部はないんですけど、一部はここにありますので、ここで見てください。ですね、これかな、ここにですね、日曜日歌ってるのがありますので、ここで、見てください。あら、ない、おかしいな、ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい、今日はね、凸はダメなんですね。凸はなしです。すいません、おかしいな、これ、あ、これですね。はい。次はですね、こんばんは。最近うなちゃんマンが放送しないですが、イエス様に祈りがついたんでしょうか？お祈りしたんですか？うなちゃんマンが放送しないように祈ったんでしょうか？そうですね、それはちょっと分かりません。はい。その次は次の質問は、はい、ちょっと待ってくださいね。結構たくさん来るんですよね。退席中になってますが、質問はこちらでいいんですか？あ、ごめんなさい、退席中になってますね。はい、こちらでいいです。はい。すいません、退席中になってましたね。マタイの福音書9-37-38はどういう意味なんですか？マタイの9-37、マタイ9-37-38、その時弟子たちに言われた、収穫が多いが働き手が少ない、だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。人はね、たくさん救われるということですね。いつでも救われるということなのかな。
ただ人を救うための働き手が少ないということで、これは昔も今も同じで、働き手が必要なんだよっていうことですね。この伝道部屋も一応伝道のためにやっておりますね。はい、次の質問は、はい、次の質問、たくさん、結構たくさん書くんですね。ニコ生に参加したいのですが、URL を教えてください。ニコ生に参加したい。はい、ニコ生に参加したい方がいらっしゃるということ。ちょっと待ってくださいね。こうですね。はい、じゃ次の方。結構操作が大変なんですね。次の方は、たくさん来ましたね。あまり多すぎてちょっと大変なんですが、結婚してますか？はい、結婚してます。9人子供がいます。神様はどのくらいいるのですか？ざっくりでもいいんです。一人ですね。神様一人しかいないんです。これ大事なポイントですね。キューちゃんこんばんは。マジ話ですが、さっきストーカーに右を打たれました。左を差し出すべきですか？警察には行った方がいいですか？難しい質問ですね。ストーカーに打たれた、どっちがいいのかな。ちょっと難しいな。まあ普通ね、その犯罪を防止するためには警察に行った方がいいですね。そしたら犯罪が防げますから、そういう意味ではちょっと警察に行ってこうこうこうだっていうのがいいんじゃないかなと思います。はい、最近彼氏がゲームばっかりして構ってくれません。自分は好きなことばっかりして、私はちょっと遊びに行くと、どこに行くんだとか言って、そういう時だけ束縛してきます。どうしたらいいんですか？別れてください。一応不倫行はダメなのでね、結婚してなければ別れてくださいね。厳しいですね。厳しい、別れてください。ハレルヤって具体的にどういう意味なんですか？あとどういう時に使ったらいいですか？主を賛美せよ、主を賛美せよっていうのは、イエス様を賛美せよっていうことなんですが、いつ使ってもいいんですね。ハレルヤいつ使ってもいいんですね。いつでも言いましょう。ハレルヤ、ね、ユダは本当に裏切り者なんでしょうか？はい、裏切り者です。なんかユダの福音書とかなんとか言ってですね、イエス様に言われたという話がありますが、あれは嘘です。嘘です。本当に裏切り者ですね。キューちゃんこんばんは。真面目に婚前交渉、いやいや、それダメなんですよ。真面目に婚前交渉は真面目じゃないんですね。ですから、婚前交渉はちょっとこう、諦めてください。次ですね。ユダとサタンは仲良しですか？まあ結局そういうことでしょうね。ユダが裏切ったってことはサタンと仲良しということですね。あと一つなんですが、家が火事で燃えてしまいました。本当に困ってます。どうすればいいですか？家が火事で燃えてしまった。それは親が一緒にいるんですか？親家族がいるんですか？お父さんお母さんに聞いてみてください。何かこうプランがあるかどうかね。あ、いません。家族がいない。家族いない。そうですか。じゃあ一人暮らしって、彼と一緒に住んでるってこと。家族もいない。一人ぼっち、一人ぼっちで家が燃えてしまった。 ちょっとあれですね。まあもう少しね、いろいろ具体的に聞かないと分かんないのでですね、ちょっと今日は話せませんので、また具体的に何か
アイディアがあるかもしれませんので、今度ゆっくり相談にしてください。すいません、こんばんは。いつになったらイエス様の再臨されるんですか？具体的に教えてください。今は終わりの時代なので、まあ可能性としては今から、ね、数十年ぐらいの間じゃないかと思われます。要するに何百年とか何千年先ってことはないと思いますね。終わりの時代だから、今からその数十年、早ければもう20年30年かもしれません。ちょっとそこのところ分かりません。とにかくいつ来てもいいように準備してなさいって書いてありますね。こんばんは。いつになったらイエス様、あ、これ読みましたね。すいません。次ですね。キューちゃんさんはニコ生とか他の放送を見るのでしょうか？放送外でキューちゃんに相談したことがあって答えてくれますか？はい、放送外で時間あれば答えます。大丈夫。直接的な質問です。すいません。はい、ニコ生とか他の放送、まあ、どっちかというとクリスチャン放送を見ますね。クリスチャン放送、最近ですねクリスチャン放送増えてますので、ちょっと忘れないうちに何ですか、ご飯徳さんっていう BSP でご飯徳さんっていう方がやってますが、その方も、放送してるそうです。一応とりあえずこう放送してきますね。あと、メラニーさんとかダイさんとか、また他の方もしていますね。ダイさんの道を張っておく。メラニーさんのちょっと今分かんなくて、まだ用意してなくてごめんなさい。これがダイさんのですね。はい、他の方もまたおいおい説明しますからね。はい、次の質問。聖書が難しすぎて何回読んでも意味が分かりません。どうしたらいいんですか？この放送を見て学んでください。この放送を見るだけで聖書が分かってきますね。ハレリアってキリスト教の方しか使ったらいけないんですか？いや、使ってください。誰でも使ってくださいね。その代わりできれば信仰を持った方がベターですよ。神様はどこにいるんですか？天国にいます。またクリスチャンの中にもいます。クリスチャンの中にもね。突出ないんですか？はい、チャットで質問してください。チャットで質問してください。次の方、結構たくさん来てくれますね。イエス様はなぜ病人を癒したり、死人を蘇らせたのを誰にも知らせないようにとしなさいと言われたんですか？ああ、いい質問ですね。ですね、本当だったら証ししてね、どんどんそのイエス様が癒してくれたって証しした方がいいんですが、ただこの時はね、まだイエス様が十字架にかかる前だったんですね。だからイエス様にとって伝道ももちろんあれなんだけども、その十字架にかかるという使命があったんですね。ですからその十字架にかかるということの中で、あんまりね、こう人が来て邪魔されちゃったら、その十字架にかかるっていうことができなくなっちゃう可能性があるということで、私は誰にも知らせないようにと言ったんではないかという私の意見ですね。私の意見、本当のことは分かりませんが、要するにあまり人が来ると、その制限されちゃうっていうのはあるかもしれません。ちょっと分かりません。はい、次が、はい、はい、次はですね、生きたまま天国に行くことはできないのでしょうか？逆に死ぬと勝手に天国や地獄行ってしまうんでしょうか？生きたまま天国に行くっていうことは、イエス様を信じてね、その敬虚って言いまして、死なないで天国に行くことができますので、長生きしてください。長生き、そのからイエス様を信じなきゃダメですよ。で、勝手に天国や地獄行くんじゃなくて、イエス様を信じないと天国に行けませんし、信じなければ地獄行っちゃうということなので、ぜひぜひ、信じてくださいね。はい、次は、やっぱりちょっと忙しいですね。先ほどストーカーの件を相談して警察に行った方がいいというアドバイスを受けたものですが、イエス様は私とストーカー と罪を救ってくれませんか？あ、救ってくれますよ。そのストーカーの人を許してあげてくださいね。
許してあげてください。そういう悪いことをしたとしても許してあげるんですね。はいはい、次の方、ごめんなさい。以前イエス様に飴をもらったことがあるんですが、あの名前を教えてください。ジェイさんと放送外で仲直りしたんでしょうか。あの直後にですね、メラニーさんの枠で仲直りしましたよ。キューちゃんは以前から72番はダメだと言ってますが、でもやめられないで止まらないんですが、どうすればいいんでしょうか。難しい質問だね。まあ、油すぎを受けてね、油すぎを受けて、その神の力でやめないと、人間の力じゃやめれませんので、神様の力で、72番をやめてくださいね。一生懸命祈るんですね。でこの放送で油すぎを受けてください。放送中すみません。大学のサークルで50人近くキリスト教に興味を持ち、おーすごいじゃないですか。大学のサークルで50人ぐらい興味を持った。今布教活動でみんな頑張ってます。素晴らしいですね。ぜひぜひ布教してください。もし助けが必要でしたら喜んで助けますので言ってください。最近両親がボケてきました。私に糞をぶつけてきたりゲルを引っ掛けてきたり、本当に困ってしまいます。どうしたらいいでしょうか。許してあげてください。両親を敬めなさいっていう命令がありますね。親孝行だと思って我慢してね。そしてご両親が救われるように祈ってください。逆にですね、信じやすくなりますね。ボケてるとですね、信じやすくなりますので、お父さんお母さんイエス様を信じようねって言ってですね、救ってあげてください。そうすると親孝行ですね。素晴らしいね。私の母も実はですね、アルツハイマーになって、アルツハイマーになったらクリスチャンになりましたね。それまでは母はクリスチャンじゃなかったんですよね。はい、次はイエス様が私を口説いてくるんですけど、牧師さんからやめるように言ってもらえませんか。喜んでください。はい、それから死んでも天国に行けずに地獄にも行けない魂はあるんでしょうか。多分ないと思います。基本的には天国か地獄どっちかですね。どっちか、両行けないってことはないと思いますね。それから秘密のお部屋は存在するんですか。秘密の部屋ってのは放送部屋のことでしょうか。秘密の放送部屋はありません。それからこんな配信して家族や近所の人何か言われませんか。言われます。高橋がなりさんが私を誘ってます。イエス様助けてくれますか。祈ってあげてください。いやたくさんありますね。大変ですね。その超過いくらするんです。超過ってこれのことですか。これ超過じゃなくてフリースなんですけど、超過って何でしょうか。最近ストレスが溜まって子供に対してゲロを吐いてしまったりします。悔やためればイエス様は許してくれますか。はい、許してくれますよ。それから十字架は偶像ではないですか。難しい質問ですね。もちろんね、なんて言うんでしょうかね、こう物そのもの、十字架そのものは偶像になり得ますけど、しかしその十字架に感謝する、ね、十字架を誇るっていう意味ではもちろん偶像ではありません。フリース何着持ってますか。4、5枚持ってます。そのアクセサリーはいくらしますか。これガーナで買ったんですが、これ380円ですね。380円、随分安いですね。ストレスで痩せ細りトイレに座ったらはまってしまっている便器が取れなくなって半年です。神様助けてください。真面目な質問してくださいね。死んだらどうなりますか。イエス様を信じれば天国、イエス様を信じてなかったら地獄です。厳しいですよ。厳しい。地獄行かないでくださいね。国
黒人と話が通じるんですか？はい、英語で話します。英語でね。キリストはもともとイスラム教徒だったん本当ですか？いいえ、そんなことありません。ユダヤ教ですよね。父のがんが治るように半年間祈りましたが、治らなくて亡くなりました。祈り方が悪かったんでしょうか？そうですね、ちょっとこうやはりですね、油注ぎが必要なので、油注ぎのある祈りというのをですね、必要だと思います。結婚する前に処女で亡くなってしまうことはどれくらいいけないことですか？なぜ結婚するまで処女でなくてはいけないのですか？ちょっと一言では言えないんですが、その方がいい結婚ができるということですかね。そしてやっぱり純潔ですね。純潔、どのくらいいけないかというやっぱりすごくいけないことですね。すごい。でもイエス様は許してくれますから、これから悔い改めてそういうことを、しないようにしてください。カトリックとプロテスタントの違い、簡単に言えばカトリックが古い、プロテスタントが新しいという。でもプロテスタントも古いプロテスタントもあります。もっと細かくありますけど、一応簡単に言えば、そう、家の土地が地上に地上げ屋によって取られてしまいました。イエス様、こういう時どういう助言をしますか？そうですね、まああまり気にしないでくださいね。命があります。信仰があります。物で私たちは幸せになるわけではありません。信仰があれば幸せになります。長生きできる秘訣を教えてください。親孝行すると長生きすると書いてありますね。わあ、たくさんありますね。ごめんなさい、ちょっと全部言う。キーちゃんがニート万歳と言ってるので、ニートを10年やっています。母ヨシエに毎日怒られるんですが、どうすればいいんですか？許してあげてください。お母さんを許して親孝行してください。質問です。普段キリちゃん牧師はどんな放送を見ますか？また仲の良い生主さんとはいますか？一応クリスチャンの放送を見ますね。クリスチャンの放送を見ます。信じたら天国に行ける根拠は、根拠ですか？イエス様の教えですね。イエス様の教えが根拠です。死んでも意思はありますか？意思ね、心はありますけどね。意思はどうなんだろう。自由意志、死んでもね、なんかこう、魂っていうんですかね、私たちが今感じてるこういう、なんていうんですかね、心っていうんですかね、これは同じらしいですよ。天国行っても地獄行ってもあるらしいですね。詳しくはちょっと分かりません。平日の午後、Q さんの教会訪ねたら迷惑ですか？来る前に、ちょっとこう、連絡してくださればもちろんいいですよ。突然来られたらちょっと困ります。いつイエス様を信じるようになったんですか？イエス様のなぜ戦争が餓死があるんですか？34年ぐらい前にイエス様を信じました。イエス様は戦争や餓死を通して人間の罪を教えたいんです。人間には罪があるよっていうことを教えるためです。もちろんイエス様は戦争や餓死を喜びませんが、ですね、イエス様が十字架に貼り付けにされたという事実はないと聞いたんですが本当ですか？いえいえ、そんなことはありません。イエス様が十字架にかかんなければ私たちは救われません。創造論が科学的に正しいと本気で思いますか？本気で思います。本気の本気で思います。キューちゃんの経験人数は、そういう質問は答えません。キリストからこういうことを言われました。会いたかった、会いたかった。これは歌詞ですよね。真面目な質問してくださいね。カップルを見ると悪魔だと思ってしまいますが、これは悪魔の仕業でしょうか？多分このジェラシーでしょうね。ジェラシーでもね、心配しなくていいです。やっぱり不倫以降は、問題が起きますから、妬まなくて大丈夫です。アーメンとアメンの違い、アーメンが正式ですね。アーメンが正式で、アメンは強調形ですね。強調形です。50年間クリスチャンだった父が亡くなる前に
2年前に仏教徒になりました。これはやっぱり天国行けませんか？そうですね、仏教徒になっちゃったら天国行けないですね。残念ですけどね。キューちゃん、ファンダメンタリストですか？ファンダメンタリストってどっちかというと福音派ですから、私はカリスマ派ですね。アメリカの創造論裁判ですら創造論側の参拝続きなのはなぜですか？なんででしょうね。私あまり詳しく知りません。ごめんなさい。仏教徒は死後どうなるんですか？ごめんなさい。仏教徒だけじゃなくて誰でもね、キリストを信じない人は地獄行っちゃうんです。ごめんなさい。キューちゃん、クリスチャンの放送を見ていると言ってますが、あなたに萌え声のコミばっかり入ってますね。嘘ついていいんですか？私のコミに入ってですね、入ってくださいという人はみんな入ります。ですから誰でも交換条件ではありませんが、入ってくださいっていう人には喜んで入りますね。キューちゃん、バイトしたことはありますか？若い時バイトしたことがありますね。僕の大学で334人に声をかけ伝道しましたが、誰も耳を傾けてくれませんでした。今紐をやっていてリスナーからお金で生活してるんですが、天国に行けますか？行けませんそんなことやってたら天国行けません。キューちゃんの髪の毛がナマケットさんより減ったような気がしますが、実際どうなんですか？大して変わってないと思いますよ。おすすめの聖書のページは何ページですか？ヨシアキの一章ですね。そのフリースはどこで買いましたか？覚えてません。カツラですか？カツラじゃありません。セットに何時間かかりますか？1分ですね。串を通すだけですから1分でセット終わっちゃいます。地獄で悔い改めてもダメですか？ダメですね。地獄で悔い改めてももう間に合いません。マタイ5の13からの塩の例え、光の例えに意味が分かりません。まあ、光はね、みんなに良い行いを模範とするということですね。塩というのは、地の塩というのは、その腐敗を止めるとか、世の中の不正を止めるという、塩には腐敗の作用がありますよね。そういうことですね。いやー、どんどん来ますね。はい、近所から、苦情が来ている。自分だけの手で追えない。あー、困りましたね。じゃあ今度ね、詳しくスカイプでちょっとまたもう少し詳しい状況を教えてください。牧師さん、こんばんは。内村勘三さんはどう思いますか？私は好きですよ。内村勘三さん、無教会主義ですけど、いいと思いますね。私はマッタンという人に中絶させてしまいました。でも天国に行けますか？あと私は女の人の、どうしたらやめられますか？イエス様を信じれば大丈夫ですね。イエス様を信じれば大丈夫ですよ。この世に生を受けるときに子供は親を選べるのでしょうか？キリストって親を選べませんね。生まれるときに親を選ぶことはできません。はい、ごめんなさいね、たくさんあって大変です。最近の金曜ロードショーはジブリ作品ばかりですが、これはどういうことですか？人気があるんですね。人気がね。キューちゃん、付き合ってください。私結婚してます。ごめんなさい。親が墓参りを強制しますが、どうしたらいいですか？クリスチャンなので行けませんってはっきり言ってくださいね。聖書を読むたびに、頭痛くなります。これは悪霊のせいでしょうか？解決法を教えてください。イエス様の皆によって悪霊を出ていけとね。イエス様の皆によって悪霊を出ていけと言ってください。Q
キューちゃん牧師に質問です。なぜキリスト教徒が世界中の争いを生むのですか？それはイエス様の意思に反するのではないですか？確かにね、クリスチャンでももちろん問題を起こしますが、なんていうんですかね、信仰のゆえに、トラブルが起きるというよりも、人間の罪のゆえにトラブルが起きるんですね。要するにどういうことかというと、イエス様はね、平和主義です、非暴力主義ですから、イエス様の教えをしっかり守った人は当然いい人になっていくわけですね。だから暴力とか戦争とか争いをするっていうのは、ちょっと未熟なクリスチャンでなることが多いので、イエス様の教えのゆえに争うとか戦争を起こすということはないわけですね。人間の罪です。はい、これで治ってほしい。治りましたね。すいませんでした。なんか放送止まってて申し訳ありませんでした。時々トラブルがあります。そうそう、疲れてきましたね。イエス様はなぜ再臨が遅いんですか？やっぱりなるべくたくさんの人を救いたいっていうことですよね。はい、ありがとうございますね。はい、どんどん来ますね。すごい質問がどんどん来ます。ミシュランという料理評論格付け機関があるんですが、これは進化論を肯定していますね。そうですか。ミシュラン、なんかタイヤもミシュランっていうタイヤありますね。キューチャーの放送では、信仰米以外に悪米をする人や職人がいます。悪米や職人に対してはどのように思ってますか？もちろん救われてそういうことをやめてほしいと思いますね。そういう悪米をやめてほしいと思います。子供の頃に138キロの速球を投げてプロ注目の選手だったんですが、ちょっとそれは信じれないな。はい、次はこれぐらいにしておきましょうかね。はい、それではこのぐらいでいいでしょうか。13歳ですが、今からでもキリスト教を信じれば天国行けますか？もちろんですよ、もちろん。若い時の方がいいんですよ。若い時、13歳はもう大正解ですよ、大正解。マネーの虎に出れますか？ん？マネーの虎って何ですか？ちょっとわかりません。マネーの虎、はい、ごめんなさい。一応これで終わりにしましょうね。すいません、ありがとうございました。一応打ち切りにしますので申し訳ないですが、ちょっと疲れてきましたので、ちょっと、中止にします。はい、ありがとうございました。結構ね、30分続けてやったのでちょっと疲れますね、やっぱりね。はい、はい、それではですね、明石タイム行きましょうね。はい、クルーズさんこんばんは。クルーズさんこんばんは。はい、こんばんは。それでは、もうちょっと申し訳ないですけど、一応、はい、ではですね、明石、何明石がいいかな。そうですね、今日は Q&A ですからね。明石といっても何明石がいいでしょうかね。久しぶりに川柳いきましょうか。川柳、
信仰川柳ね。はい、じゃあ皆さん、信仰川柳、五七五ですね。久しぶりですよね。はい、信仰川柳スタート。信仰川柳スタート。イエス様、信じたらがん治ったよ。メラニーはいつもいつもいつも滑ってる。ヒラメ食べ、旬だと感謝キリストに。なんでこんな放送が人気あるの。人に迷惑をかけるな、見ます。キューちゃんの放送を聞いて元気出る。キューちゃんが僕の気持ちを分かって。ごめんなさい、ちょっとみんなゆっくりやってくださいね。ゆっくり、みんな読めないですか。ゆっくり。この放送を見てると笑いが止まらない。キリスト教、心が狭い一神教。麻生さん、無茶な注文多すぎる。神の愛、好きな人にチョコあげた。ちょっと、せっかくいいのがね。愛がない自分に気づき愛求む。今日も来た、毎日来てるアンチコメ。来なくていいですよ、アンチコメ。いつか来るキリストの愛リバイバル。心筋症、早く神様、早く治してね。天国近く感じました、ありがとう。天国が、キューちゃんを見ながら晩飯考える。歯医者から牧師へのジョブチェンジ。リバイバル、この世の平和リバイバル。若くから信じてみよう、キリスト教。リバイバル、不思議な言葉リバイバル。イエス様、信じる心止まらない。放送を見るたびに体が震え出す。電動部屋、土曜日だけはかそってる。イエス様を愛して信じて生きていく。キリスト教、みんなで祈れば怖くない。寝る前、キリストを思い涙する。あ、私もそういうことありましたよ。十字架を見て涙をするというね。神様の教えを守る旧放送。今日も来た、明日も来ます、キューちゃんに。イエス様、一人一人を見ています。イエス様に会えるといいな、夢の中。
キューちゃんに認められた僕にと。日本は正義国になりました。聖書を読み、悔い改めて人を許す。イエス様、信じるほどに幸福に。キューちゃんと一緒に走り金メダル、いいですね。天国で金メダルもらえますよ。キリストを信じれば、信仰すれば救われる。皆さん、BSP はですね、私を応援してくれてるんですからね、BSP の人を責めないでください。ハレルヤ、今日も一日ハッピまた今日もサラダ油で油注ぎ。アンチキューすでに救われてる、気づいてよ。世界中にイエス様の愛で救われる。世界中はイエス様の愛で救われる。生かされて初めて知った神の愛。キューちゃんと一緒に行きたい天国へ、一緒に行きましょう。神様にエコひいきとかはないんですよ。本当に救われるか心配です。信じましょう。聖書を読めば読むほど満たされる。アメン。はい、それじゃあですね、ありがとうございました。ファイナルメッセージいきましょうね。はい、ありがとうございました。本当はね、いい川柳もあるんでしょうけど、ちょっと早くてですね、もったいないですね。いい川柳をこう選んでですね、やりたいんですけども、ちょっと選びきれないな。はい、それじゃあですね、ファイナルメッセージいきます。ありがとうございました。世界で伝道で世界を救うぞ、リバイバル。ですね、毎日、このタイトルを考えているんですが、実は、今日はですね、タイトルが思い浮かばなかったので、スカイプチャット質問枠にしたんですが、皆さんでですね、こういうタイトルがいいんじゃないかっていうタイトルがありましたら、スカイプチャットの方で送ってください。
もちろんちょっとですね、くださったものができるかどうか分かりません、ね、厳選しなきゃいけませんので、でも、まあ、もしこの聖霊様に導かれたら皆さんのタイトルを使うことがありますので、もしですねこういうタイトルいいんじゃないかという、またタイトルじゃなくてまあ、そのトピックって言いましょうか、こういうトピックを話してほしいというのがあったらですね、言ってください、ただまあそのトピックはとても大事なのでですね、そういうトピックがこのうまく聖霊様の導きの中で、選ばれることもありますので、ぜひ皆さんタイトルとトピックですね、また伝道部屋でこういう、まあ、コーナーがいいんじゃないかとか、こういうアイデアがいいんじゃないかという、まあ、アイデアを募集しますので、ぜひ、皆さんのアイデアが必要ですね、そして一緒に信仰を、この学んで、また一緒にリバイバルをこの、伝道してリバイバルを待ち望みましょう。アメン。それではファイナルメッセージですね。明日は日曜日ですから10時半から礼拝がありますので、皆さん朝午前中寝てる方は明日は早起きしてくださいね、10時半から礼拝がありますので一緒に礼拝しましょう。1週間で一番大事な日が礼拝だと考えます、ね、クリスチャンにとって一番大事な時間はその愛ですね、日曜日の朝がの礼拝が一番大事。なぜ日曜日の朝礼拝が大事かというと、1週間の最初だという、明日礼拝見ます、アメン、1週間の最初だということが一つですね。それから礼拝で1週間を始めるということですね。それから神様がその7日に1回ね安息日を設けなさいというのが、モーセの10回の4つ目かな、モーセの10回10個モーセの、まあ、戒めがあるんですけど、その4つ目に安息日を守りなさい、安息日を汚してはいけないという、この命令があります。つまり、クリスチャンがですね信仰をこう生涯信仰を持っていくためには1週間に1回礼拝出ることによって御言葉を聞くし、兄弟姉妹が集まるし、信仰を保ちやすいんだよということですね、ですから、まあ、ネットでも礼拝していますので、皆さんぜひ1週間に1回一緒に礼拝をしましょうね。はい、それではファイナルメッセージします。ファイナルメッセージですね。皆さん本当に、まあ、この一応ニコ生は双方向ですが、まあ、どっちかというと私が一方的に喋ってる感じで本当に申し訳ないんですが、まあ、皆さんの方も、まあ、スカイプとかメールでは関われますので、遠慮なくどんどん関わって、そして信仰を学んでください。そしてクリスチャンの方がたくさんいますので、そのクリスチャンの紹介してですね、まあ、もしリアルで近ければ紹介するとかそういうことがあります。イエス様に出会って心が自由になり人生変わりました、アメン。かこいさん、アメン、素晴らしいですね。私たちは一緒に伝道しています。 BSP の方々は一緒に伝道してくれてますね。一緒に、リバイバルのために、日本を救うために一緒に伝道しています。日曜日の夜はありません。日曜日の夜がなくて、日曜日は朝10時半からだけですね。そして YouTube と Ustream では録画が残ってますから、またタイムシフトでも録画が残ってますので、見れない方も後で見ることができます。はい、本当に一日一日が大事です。まだかまだか、まだまだリバイバルがまだだ、ね、再臨がまだだという、
確かに忍耐が必要です、ね、信仰は忍耐です。信仰は忍耐です、ね、信仰を保つという忍耐、リバイバルを待つという忍耐、イエス様を待ち望むという忍耐、これが信仰ですね。私は神じゃないです。BSP です。神様一人です。ヒカルさん、神様一人なので、私たちは兄弟姉妹です。ね、兄弟姉妹です。ね、神様ただお一人です。神様ただお一人です。私たちは兄弟姉妹です。ね、でも、イエス様を述べ伝える伝道は素晴らしいです。イエス様をね、この伝道することは素晴らしいんです。ですから BSP の方々は、特別に一緒に伝道してくださってるので素晴らしい働きです。素晴らしい働きですね。誹謗中傷も多いです。ね、誹謗中傷多いです。BSP の方々ね、がっかりしないでくださいね。私が祈れるのも神様のおかげです。で、誹謗中傷を受けるとですね、ちょっと弱くなっちゃいますけど、でも気にしないでください。伝道はもう誹謗中傷が、受けるんですね。伝道しようとすると、伝道しようとすると必ず迫害に遭います。でもイエス様の報いは多いです。イエス様の報いが多いです。イエス様愛しています。ですから BSP の方々はですね、一緒に伝道してるんだということで、報いが大きいと思いますので、喜んでください。兄弟姉妹の祈りと神様が共にいます。落ち込んでもまた力をくれるイエス様、アメン。和樹さん、アメン、ね。BSP の方々がいるから、証になります。ね。そして、たくさんのクリスチャンが聞いてくれています。かこいさん、私たちを神様から引き離そうとする力からお守りください。アーメン。倒されても滅びません。アーメン。素晴らしいですね。BSP の方々は、その信仰を強めるポジションにいるんですね。素晴らしいですね。たくさんの方と一緒に伝道しているというか感じで力強いです。でも、リスナーの方々もぜひ、皆さんも一緒に伝道してるんですよ。イエス様は勝利されたから、皆さんの報いは大きいんです。皆さんの報いは大きいんです。兄弟姉妹の方々喜んでください。皆さんの報いは大きいです。この世は滅びます。この世は滅びますけども、イエスキリストに、信じる人たちは永遠に残るんです。永遠に残ります。ですから、その私たちは本当に永遠の命を待ち望みましょう。永遠の命を待ち望むんです。はい、それではですね、招きをしましょう。時間なくなっちゃったですね。はい、それではですね、いろいろ質問しましたけど、その質問を聞いて、答えを聞いて、イエス様を信じたい、天国に行きたい、罪が許されてほしい、クリスチャンになりたいという方、アメンと言ってください。クリスチャンになりたい方、アメン。神の味方をして勝利者になりたい方、アメン。アメン。アメン。神様、お祈りと賛美を捧げます。アメン。アメン。アメン。天のお父様、感謝します。私たちは今新しい道を歩んでいます。イエス様の道です。私たちは罪人として、生まれてきましたけど、イエス様と出会って罪が許され、永遠の命を受け、神の子にされました。今アーメンと言った方々がクリスチャンとなることができますように、神の子となることができますように、救ってください。彼らの罪を許し、彼らを祝福してください。クリスチャンとして歩むことができますように、伝道することができますように、兄弟姉妹を伝道するビジョン、パッションを与えてください。日本は 99% がノンクリスチャンですが、1% もいませんが、しかし少ないクリスチャンでも祈ることによって
奇跡が起きます。祈ることによって神の力が働きます。日本を救ってください。日本を救ってください。日本が問題だらけだからこそ、日本が問題だらけだからこそ救われやすいのです。日本が本当にギブアップして、ギブアップして、イエス様助けて、イエス様助けてというようになりますように。イエス様どうぞ日本を救ってください。これから大きな災害があったとしても、大きな災害があったとしても、主よ日本を救ってください。日本を救って、日本がクリスチャンの国となりますように、どうぞリスナーの方々を祝福してください。日本を祝福してください。世界を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 ハレルヤ、ハレルヤ、アーメン。はい、ありがとうございました。明日は礼拝ですね。はい、それじゃあですね、また明日お会いしましょう。また月曜日の夜お会いしましょうね。本当にありがとうございました。もう毎晩毎晩ね、皆さんは神様に仕えてますよ。イエス様に仕えていますね。本当に価値のある、意味のある時間を過ごしています。本当にありがとうございました。また明日お会いしましょう。シャローム、シャローム、おやすみなさい。ハレルヤ、アメン、ハレルヤ、シャメ、シャローム、シャローム、アメン。